見えない見えない、おじちゃんたちは。あーすげえ伸びてるよ。なんだったらそのマスクしてる女性でもいいんだけど。いやでもあの厚生学院が投げたらそれやめろってなるよね。あ、厚生学院、厚生学院マジ、うん、なんか見たことあるなと思ったんだ。嘘だろ。本当だ、本当かよ、本当かよ。それ何、ちょっとユニフォームかと。お客さんに饒舌のジョーク、それ。営業トーク。うわすげえ、なんか投げた。ピエール学園で。おーちゃんなんて泣く子も黙る小松原じゃねえかよ。バラコ小松原は許さないぞ。ヤクザ養成所かよ。許さねえな。これヤクザ専門学校だよな。だいたい部長会社で小松原出身ってみんなフリーズするんだけど。完璧と参りたい。あれやべえやつってイメージだ。こっからじゃない、もしかして。もうあの3ぐらい飛ばして怒らないで、2、3飛ばして。おい、3飛ばすのかよ。3飛ばったっけ。3はいいんじゃない。いいか、うん、3はいいだろ。なんだよ、昔ベイスターズに早く怒らない。長いピッチャー、ベイスターズ早く言ったよ。危ない、あ、わかったわかった、角倉か、角倉か、ね、ああ言うな、この辺のやつやっといた方がいいって。はい、ごまっち、いいバッター。あるある、 3,4 回ぐらい来てるね、昨シーズンの終わりぐらいかな。もうスケットって書いてあるから、うん、今年からそのね、尾行に書いてあるんだけど、60何まで入ってる。もう入ってる、ね。入ってる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 。よーよ、読みたいよ、読みたい。ちょっと最初、召喚を出してから。よーよく見たよ。食わないか、あっという風が来て。色何だった。およ、勘弁してください。それは勘弁してください。よかったよかった。あれ取られたらたまんないよ。あれ取られたら俺ら帰るよね。クワちゃんじゃん、クワちゃん。おー、よく見た、よく見た。ナイスナイス、早いな、おい。ナイスナイス、すごい伸びるね。そう、あと50キロくらい、ちょっと頼む。多めに見てよ。打ちにくいかもしんないから、高い背が。おー、オーケー。あー、それ取っちゃダメだ。いや、サーブうめえよ。お前の前の前、おいおい、やだ、サーブ前。来週試合あった。来週ね、来週試合決まったんですよ。あ、決まった。決まった。うん、った来週ね。どこと？来週も待ってるよ。なんだったら師匠をそっち行かして。変わらず。6時半ぐらい。さあ、どこ行きましょう。作業着てて。トイレ入って。今日俺が休みで、やつは仕事で。もう俺暇なもんだからずっと汗だくで仕事してるの見てた。へぇー、手伝ってあげてくださいよ。ガレージの前で。およ、あるよ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 、これ落ちただろ。うわー、早い。嘘だろ。あー、あれかな。うめぇなぁ、うめぇなぁ、ちょっと。お前お前お前、なんなの、後ろ向きであの速さ。はい、どうぞ、行きましょう。ナスだったかな。あそこ俺たちだと1回転しよう。2回転。工藤さん今日ヒット2本損してるね、これね。あー、もったいないな。はい、行きましょう。またあるよ。よいよ、オーケー。初回の4回、4点のビハインドが大きかったな、これ。初回なければね、勝ってたね。あー、なるほどね。あそこだけ。いいボールだ、いいボールだ。締まりであるいいゲームだった。おっしゃ、うまい。よいよいよいよ。あー、来た。はい、終了。はい、じゃあ、皆さんね。ライ
ットいらなかったんじゃないのあれ。伊藤さんが一回処理してたよね。伊藤さんが一生懸命押し出したら。来るんだよ。大量生産したね。普段なんか回せたっていうかびっくりしちゃって。全然余裕。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。高生学院に野球2人だって。本当だじゃねえよ。草軍だった。聴衆してくれる？あ、俺、一応小川さん集めてって言ったら、俺全然集まってないからさ。あ、そうか。